はい、NHK をぶっ壊す、平成30年日が変わって6月の18日午前の2時40分です。まあ立川市民の皆さん本当ありがとうございました。そして何よりも本当にねボランティア来て一生懸命そのね足が痛いと思う中ビラを配っていただいたボランティアの皆さん、本当にありがとうございました。おかげさまで7人目の NHK から国民を守る党の市議会議員がですね誕生いたしました。立川市で市議会議員横浜緑こと久保田学ぶ、当選をさせていただきました。1231票、下から3番目、当選28番までの当選が26番ということでちょっと危なかったんですが、まあ、当選ということで、ありがとうございました。で早速ちょっとねこの選挙なんですが、どういうちょっと数字的にどういう意味があるのかっていうことなんですね。で NHK をぶっ壊すって僕はこれずっと言い続けてるわけですね。で、まあ、2年前に東京都知事選挙に立候補して NHK をぶっ壊すってこう流行させていただいたんですが、あれからまあ2年で当然国会に行って NHK をぶっ壊すための法律の改正をしなきゃいけないということで国会っていうところ国政っていうのをずっと見続けています。で来年7月今からもう1年ちょっとです。もうほぼね11年1ヶ月、まあ、13ヶ月後には参議院選挙があるということで、この参議院選挙で、まあ、今回法律の改正があって 1.8% の得票を取れば当選と国会議員が誕生すると NHK から国民を守るとね。でそうすると大体まあ 1.8% というと国民が1億2000万人いて有権者がちょうど1億人ぐらい、1億人ちょっと多いと思うんですけどね、その中で、選挙に行く人が約半分5000万人、5000万人の 1.8% で言えば90万人の投票で、来年 NHK から国民を守る党の国会議員が誕生すると。で90万人で1人で100万人いくと 2%、まあ、まあ実質もうちょっと言うかも、110万人っていくと、政党要件を満たすと、まあ、国会議員1人はあと、まあ、政党要件を満たして1人っていうのは全然ちょっと違ってくるんですが、まあ、今回の選挙はですね非常にその、まあ、選挙結果はちょっと見てもらえればいいんですが、僕ちょっと今エクセルで数字にしました。でこんな感じなんですけどね、どこまで皆さんにこれをご覧いただけるのかな、ちょっと数字に弱い人はあまりなんですが、数字で分かる人はこれぜひ見ていただきたいと思うんですが、NHK から国民を守ると単独でですね、ちょっと今年の取り組みましたね、棒が今ないからあれなんですが、長い棒力取らなきゃないか、寝てみて大丈夫かな、ね、まあいいや、何かで無情かな、ね、NHK から国民を守る党の票が1231です。で、維新の会の人が一人出てて、維新の会と社民党はまあ公認じゃないんですけど、社民党の、まあ推薦の方が一人出てました。で、まあ、立憲民主党はちょっと前回票がないんで、幸福実現党も一人出てたんですね。で例えば維新の党のちょうどもうほぼ2倍取ってます。1.87 倍取ってるんですね、維新の会の。維新の会前回の参議院で510万票取ってますから、もしこのまんまの比率でいくと、960万票取るっていうことになります。まあこれはちょっとさすがにないんですけどね。一番面白いところでいくと社民党と比べると分かりやすいかな。社民党が510票でその2倍ほど、社民党の 2.4 倍取ってます。で社民党前回150万票ですから、
社民党と比較すると370万票、ここなんせ90万票で1議席、100万票で政党要件満たすので、十分この維新や社民党の一人の議員と比べても100万票はもう余裕という数字がここで出てきています。で、例えば幸福実現党さんは292票で前回の参議院36万6千ですから、幸福実現党さんと比較してもこの差ですね、幸福実現党さんの 4.2 倍取ってるので、366万票を 4.2 かけると150万票と、これも 2% 1議席取れる数字が出てきております。で、一方です、一方というかいい数字が出てきてます。で、自民党今回ですね、8人いたのかな、自民党の候補者全員を足すと 1万7491票、これの比較でいうと、まあ、自民党が前回2000万取ってるんですけど、自民党の 14.2、 全員のね、自民党議員の 14.2 分の1取ってると、そうするとこの2000万票 14.1 って割ると140万票ということで、やっぱり100万票超えそうかなと。で、この公明党さんが1万4000取ってます。で、公明党が前回1万4000ここで取ってて、公明党が全国では750万なので、公明党さんとうちの場合は12倍あって、それでいくと62万8000票なので、参議院は当選しないかなと。同じく共産党が5人いて、共産党が国政で、前回の参議院600万票取ってるんですけど、共産党の 7.3 分の1しか取ってないので81万5000票という数字が出てきます。まあ、公明党と共産党というのは組織票が強いですから、今回投票率が 43.5%、 国政選挙になるとこれが投票率が上がりますから、まあ、公明党と共産、しかもこれはまあ7人と5人の票で、うちは1人ですから、そういう意味では1人しか出なかった維新の658とですね、社民党の510と、この辺と比較するとですね、非常に分かりやすいかな。まあ、いずれにしても、来年の7月の参議院選挙で NHK から国民を守る党が 2% を取る可能性っていうのは相当上がりました。だってね、これすごいことですよ。だって維新の党にしたって社民党だって、これ国政政党で政党要件満たしてる大きな政党なわけですから、ここの2倍 1.8 倍とか 2.4 倍取ってるわけですね。で、立憲民主党と比べても、まあ3分の1ぐらいですよ。立憲民主党が3800ですから、立憲民主党の3分の1取れるっていうことは、やっぱり100万票ぐらいはいくんじゃないかと。ちなみにこれ全部で入った票が 6万3000票なんですが、有効票がこれ割るこれをしてもですね、2% ぐらいは取れてます。立候補者が43人いて、そこから 2% 取ってますから、いやいや、これはこれでまたすごいんですね。参議院選挙は10個ぐらいの政党しか出ませんから、これね、これ割るこれです、1231割る有効投票数が 63,818 ですから、率にすると 1.92%、 約 2%、ちょっと切れてると切れてますが、これね、本当に来年の参議院選挙に向けて、まあ本当に美味しい色、美味しいというかね、明るい数字が出ているということを皆さんに知っていただきたかったんですね。そりゃそうですよね。これはね、有権者を舐めてるのかとよく言われましたが、この当選した久保田学君、40歳、ニコ生で有名な横山みどり君なんですが、まあ元 AV 男優で、この間名誉毀損で有罪になったということで、まあ普通に考えればね、当選しないような人が、立川市民のおかげで、もちろんボランティアの皆さんのおかげでですね、当選をさせていただいたと。で、彼はもうニコニコ生放送、ネット社会ではすごい有名で、早速もう西村博之さん、2チャンネル創設者のね、西村博之さんがこのことを取り上げてくれてまして、僕のことで、褒めてくれたり、まあ、一部ディスったり、僕別に人の電話を勝手にアップロードしたんじゃないんですけどね、アップロードしたのは向こうの方ですからね、
ただ、まあ、NHK との電話をアップロードしてます。で、僕のチャンネルがバンされたのは NHK の集金人や僕の妨害した人の個人を撮影したことがいじめっていうのでバンされてますから、まあまあそこはねいいんですけども、とにかく来年の7月、今最大の目的はですね、来年の参議院で NHK から国民を守るとか1議席取ってですね、1議席とは言えず、まあ、2議席取ってですね、国会で NHK に質問したいわけですね。これがとにかく当座の目標なんですが、まあ今日の結果は非常に良かったと。で、明日、次の目標は11月の松戸市議会議員選挙になります。大きな目標はそこになります。これは前回市長選に出た中村典子と4年前に挑戦してくれた関雄一さん2人を公認する予定です。で、2人を当選させるために、松戸市でですね、松戸の各駅でビラ配りを来月ぐらいから始めていきます。松戸で、11月の松戸でしっかりと2人で票を取ってですね、来年の4月の統一地方選挙に NHK から国民を守るところから立候補したいという人がたくさん来てくれるように松戸で頑張ると。まあね、大阪維新、まあ、維新、日本の維新の会か、維新の会が今回、まあ、ほぼうちの半分しか取れなかったと。やっぱり東京とか関東ではもう維新の会の力っていうのはもう全くと言っていいほどないと思われます。維新の会から出るんだったら無所属で出た方が票が取れるっていうような状態になってて、これ非常に僕大きかったと思います。維新の会とはね、ある意味初めて大阪以外で、まあ、東京で初めて直接対決と1対1の対決をさせていただいて、これがまあ維新の会の2倍と、もう東京ではだからもう維新の会よりも NHK から国民を守るところが圧倒的に、まあ人気があるというかね、支援をいただいているということが証明されました。もちろん社民党と比べても2倍以上の票ですから、これは本当に僕は良かったなと思ってます。ですから11月の松戸、そして来年4月の統一地方選挙、そして来年7月の参議院選挙、この大きな3つの選挙目標にですね、やっていきます。ただそれまでにですね、10月には小さい選挙と怒られますけど、10月にはまあ勝ちにいかないんですけども、埼玉県の草加市で選挙があって、そして同じく10月、これは勝ちに行きますけども、兵庫県の川西市で、中曽千鶴子さんを公認させていただきました。前回1000票で当選内が1300ですから、中曽千鶴子さんの地元の票、前回の票プラス NHK から国民を守る党の票が乗れば当選もできるだろうという思いで、10月は兵庫県の川西の選挙ですね、ここ力を入れます。で、12月には11月末の選挙があって、12月には八千代市、千葉県の八千代市、そして東京都西東京市、これ同じ日なんですけどね、この12月にこの2つをしっかりと勝ちに行くということになってですね、今年中になんとか、まあ、10議席、今7議席ですから、松戸で少なくとも1議席増やして、10月の川西で1議席増やして、12月の西東京、もしくは八千代で1議席増やして、今年中に、地方議員を10人と、まあ、あとね、二宮町とかも頑張ってくれるのでね、で何よりも今選挙してます。連続して選挙してて、昨日告示になりました、杉並区の補欠選挙、杉並区議会議員選挙の補欠選挙には佐々木真夏が立候補してて、で、兵庫県の加古川市議会議員選挙には浮田銀次が立候補させていただいております。で、来週は北海道の苫小牧からは古江沢、古江沢さんの下の名前だったら古江沢、ごめんなさい、修士だったかな、ごめんなさい、古江沢というものが来週移行させていただきます。まあそれぞれね、補欠選挙とか、まあ松竹梅の梅の選挙ですから、当選は狙っていない選挙です。とにかくこのようにですね、多くの人がボランティアをお越しいただいて、立川市民ですね、120人、有権者の120分の1が投票いただきました。で、投票に行った人のちょうど、まあ、ほぼ50分の1と
NHK から国民を守る党が来年国政でですね、参議院で当選するには十分な数字だと思ってます。もちろんですね、26位で当選、横山みどりこと久保田学君が今回ね当選させていただきましたので、確か市民の皆さん、よろしくお願いいたします。ちょっと電話が来てるので以上で終わります。 NHK をぶっ壊す。